こんにちは。無課金プレイヤーのおひこ2000です。ボンボンヘロー YouTube。どうです?何か雰囲気違いませんか?そうです。グラフィックを上げてみたのです。全然別物になりましたわらわら。せっかく YouTube で見ていただくんだから、グラフィックも気にした方がいいかなと思ったわけですよ。ちなみに、なんでグラフィックを下げていたかというと、一重に勝つためです。少しでも、動作が軽い方が有利ですからね。まあ実際にプレイしてみて、カクカクで重くなるようだったら、この設定は無理なのですが、とりあえずチャレンジしてみましょう。プレイ画面見てさらに驚いた。全然別物ですやん。では、行ってみようやってみよう。なんだこの前でまごまごしている抽選者は。理解の跡が5位数。すごいマシンパワー使いそう。グラフィックが細かすぎて、自分が風景の一部になってる。見にくいぞ。臨場感が半端ない。水はこんなに綺麗な表現になるのか。みんな左に行くと思わせて、私はこちらから。こんにちは。自走砲注意。もうさっきのは通じないだろうな。ふう、危ないぜ。追って近くに。ぬははは。もう1両もいただくかと思ったら逃げてしまった。いつでも撃てますよ。あら、戻ってきた。ぬははは。やりましたね。あそこがいなくなるとかなり楽になる。自走砲警戒。味方こっちから攻める気はないようだな。ならば裏取り作戦発動だ。グラフィックが綺麗になったからか、方向を変えるのもやたら重々しく感じる。前方に敵軽戦車。これはチャンス。ああ、行ってしまう。軽戦車ちゃん待ってよ。4号戦車が迫ってきたらそりゃ怖い。水しぶきすげえ。戻ってきた。私が追っているの気づいていなかったのか。油断は大敵です。グラフィックが印象派みたいでごいす。稲光してる。鮭を求めて川の中を走るクマさんみたいになってます。この敵戦車裏取りされてるの気づいているかな。さっき撃破した軽戦車に目撃されてるしな。目標発見。他のチームに知らせるね。砲が向こうを向いてる。これはチャンス。まずはお前だ。1両撃破したけど、砲塔の回転結構早いので、こっち来られたらやばいな。まあその時は上の味方戦車が裏を取るけど。やった、無駄打ちしたぞ。装填する間に接近じゃ。いや、遠い。勝利です。グラフィックすごかったんですが、一番上はないにしても、これからは中ぐらいでやってみましょうか。